はありまあ、どうせん。です。2番適当にやさんりまはす。発言します。配信上相方が誰なのかわかんない方がいいと思うはい、かお願いら、しま隠しす。と言います。トップ1、進行等は、そうだな、特にはないですね。いいな、これ。各々好きにやってもらえばいいと思いま新す。たな具合が。ただし、自分から同進行を提案することはしません。してもいいよ、俺適当にやって。で、どうなんか適当にやります。やってください。2周目の2番の1で、出たいなと思ってる役の科は、110秒以降に出た場合は、2接種するかな。2はね、潜伏してもいいけど、2番の、早い位置でお願いします。やるんだったらね。でも、なるべくなら出て、その方が楽です。今日にやります。3番さんが発言します。やったふりして釣られる。2番さんには、これまあ、が結局出ポてイほントしいだんよかね。いみたいやっな。たふりしてどう釣られるか。進行と特にないとか言いつつ、手鈍を抜進きな行提がら案す釣るらこれとるんないっだよ。て言って、手なをるべ抜きくななら出がらそてっこて言っそてこたやんっで、たふりまあしてまあ釣結ら局れ出るってほいうしいのんがだポねっイントてだよ感じね。では理解ココしツまなしまでた。のクロムーンブやばいから、やったふりして釣られる。なんか C っていうなら揚げ真足だ面目にけど、頑張っ110てる、秒以降に真出面目にたら頑2接張っ種すてるっていそううのなは、雰囲気で最釣られ高る。もろもろ出てきたら、なれそばのそうだ最よね。高、なんていう難んだろしいミッう、ションだ110よ秒以ね。内に例えば2番の位置で霊能が出てきて、110秒以降にまた霊能もう1匹出てきたら、どそういつをする2接種するってこの？とかな。110秒以降に霊能1匹しか出てきてないのに、そいつに接種するとかだったら変だけど、先週の分がやっとごめん、終わっ分かるか分て、かんないけど。昨日の分のメトにロはポ2リ週目スかなと思っありてます。そう。誘惑は6なんかあんつまのうち進行の34日つがあはるけど。作っといた。今日の2つの試合が。4番さんが発言します。まあ、さすがに、さっき今、3番さんが言ったことなんですけど、1用しか出なくて、2接種することは、まあ、ないんじゃないかなとは思います。はい。で、1章しかなかったら、見てもクソもないし、そもそも、なんて言うんだろう、もう1枚出たとしても、さっきのやつが、石を除きの出たやつの方が、なんて言うんだろう、先に出たっていう印象は残るから、2番に寄り添ったらその発言は分かるんじゃないかなと思ったので、ちょっと怪しいかなって3番さん思いました。まあ、上げ足って言ってたんであれですけど、まあ、本当に上げ足だったなって思ってます。はい。で、僕は結構潜伏は全然ありだと思うので、まあ、2番さんが村だったら、潜伏したとしても、まあ、考察で追っていけばいいんじゃないかなとか思うんですよね。はい。あなたの発言です。はい。同心工いっぱいやればいいんじゃないですかね。同心工やればいいと思いますよ。とある村では、同心工が流行ってる村もあるらしいし、ドーン村があるらしいですよ。噂話ですけど。こんな変わったところもあるんだから、やりたかったらやればいいと思います。好きなタイミングでやればいいと思います。好きなことをやればいいと思います。村がね、県外も村も好きなようになると。その中でね、占いの真偽をつければ、出ます、このゲーム。盆信仰と占い真偽があればね、出ますから。だから、いいんじゃないですか。盆信仰、潜伏、盆信仰。バンバンやってほしい。そう思いますね。だから、まず2、3、4はね、2周目ですね。盆信仰をしてからね、どう判断するか、決めたいと思ってます。ということで、まあ、ヒロちゃんにし6て、番誇り高さんきプがレイヤー、ヒロちゃん発が、言ドームし進ま行す。なんか、そんな恥ずかしい進行とないはですい、から、ま占ず。い師です。3番さん、白でした。結論は5番さんが一番怪しくて、まあ、4番さんは3番さんに対して目線当ててるけど、まあ、雰そ囲ん気なに投怪しげくだ感かじてらね、なかっヒロたなっちゃん。ていうふうな感じでしたね。で、2番さん完全に1周目です。なんか5番さんに関しては別になんか、ドーン進行めちゃくちゃいいですね、みたいなことしか言ってなかったんですけど、別にドーン進行って別に強いわけじゃないから、
同進行がうまくいったときに人外が苦しむから、まあ、同進行はいいよねって言ってる派は、あの派閥の方いらっしゃいますけど、別に同進行が下振れた場合って、それなんてレジェンドクラスのプレイヤーが同進行なんて恥ずかしいこと来ないねんから。同進行いいね、同進行いいね、みんなやろうよっていうふうに言ってる、まごまさんは、なんか、なんつうかな、人外で適当なこと言ってんじゃないのかなって思ったんで。バレた。おばさんが欲しいからって思いました。適当なふりして、そこそこやったふりして、なんかさそうなこと言ってんだけど、中身がないっていうことをやって、やったふりして言ってる感じがして、手抜きプレイで釣られるっていう。発言します。でも、露骨な真似はしないっていうのがポイントだから。はい、あ、6番が正直ニュースっぽいなと思ってます。はい、露骨な真似はしないっていうのが。5番に対して、適当なこと言ってる人外なんじゃないかっていうけど、まあ、全然村でも言う可能性あるよねって思うし、俺はなんか3番さんって2番に対してまあ建設的な話はしてないかなって思った。なんかその話いるかなって思ったけど、うん、全然いらんかなと思った話を1分続けてたんで、怪しいなと思ってたところに白刺したし、まあ、この段階下で5番が適当なこと言ってる人外っぽいっていう精査する6番があんまり深っぽく見えないです。はい、以上です。8番さんが発言します。はい、しようないです。じゃあ7番は3番のことが狼に見えた理由って何なんだろう。強人じゃなくて6番に背に見える視点っていうのはとりあえず、ね、そういうことなんだったら、発言稼ぎって捉えたら、ね、それが違う狼よりなのか笑うゲームですよ。確かに3番の2番に対しての発言は勝利を収める、ね、本当に上げ足だなと思ったから、4番と3番に対しては分かるのゲームは女性陣に花を持たす。なんか6番の5番にとったらスーパースターヒヨちゃんだから別に狼で負けてもいいし、同進行は人外だみたいな村の時に熱く言う、ね、説教して気持ちよく説教に試合できたからよかった。ただ5番は気になってて、その同進行いいねっていうのが気になってしまいましたか。私が素敵に見えましたか。照れちゃいますね。要数まで指定して同進行のメリットを話して言うべきじゃない。2、3、4、2週目で言って、ドンシンコ話そんだけするんだったら、5番が本当にしたいならね、別に2番っていうのは、それしたかったら言えばいいじゃんっていうことは、2番ってそんなにしたい人物ではないはずだから、5番がそこまで言うなら全部指定すべきでしょ。9番さんが発言します。はい、占い師です。ご指導です。把握お願いします。騎士に関しては潜伏でお願いします。で、レノに関しては2周目出てきてください。騎士が出てきてほしい場面は自分が言うんで、現状7番が一番白くて気になったのは8番ですかね。なんか8番が7番に求めることはなんか違くねって思ってね、意味のなんか7番視点で3番が意味のない発言をしてる場合って別に人外に見えるから、なんかそれこそ8番ってなんか僕の白先の5番に対してじゃあ言えよって言うなら8番視点5番はどう見えたのって感じだから、なんか8番が現状気になったっすね。なんか7番が6番のこと偽っぽいって言ってるのになんか過剰に反応してるようにも見えるし、現状はそんな感じですかね。3番さんはもう2周目精査はしてください。あれは精査ではないと僕は思ってるので。1番さんが発言します。占い師3番白です。気になったのは4番かな。4番ってなんか2番に優しくないなと思ってて、4番で笑わせながら勝たせないんだね。2番に対して別に同進行でもいいんじゃないみたいなこと言ってて、というか CO 編集機能使ってくんねえなよ。精査が伸びないことがあるっていうことなんじゃないかなって仮定した時に、僕1番3白なんか全然優しくないやんって思ったから、それだったら2番の裏切りまでするべきじゃないって。2番が多少伸びなくていいからとか、女性人口増やす。だから5番4番に対してはそういう点では同列なんだけど、女性人口が増えないとダメよ。人のゲームなんだろう、これマジの話。5番に関しては、横島な気持ちじゃないよ本当に。男性ばっかりのゲームになるよりも女性人口が増えた方がいい。絶対これ4番は怪しいです。マジで人が増える、はい、個人的には。どうなんですかね。
ね、狼の試合なんか捨て試合にして恥じしたの楽しかったと思ってもらって、また人狼やりたいと思ったら、ね、俺みたいにもう人狼が職業みたいになってるような人はずっとやるけどさ。2番3が発言します。恥じしたが楽しいと思ってくれれば、女性人口が増えたら、ね、はい、チャットのシステムを使って打ってもらえると助かります。あと、霊能さん。出ない？レイノさん出て。OK。占いは、まあ、占いから多分手をかけることになるんだと思うんだけど、一番薄かったかなと思うのは、一番さんかなとは思うんだけど、語に対してなんか言わないでいいやみたいなのって気になるし、もし霊能だと思っていたんだったら、役だからあれが言えると思ってるんだったら言った方が 得っていうか良かったんじゃないって思ってしまうけどな。いやもう三振用だよ、もう囲わなくていいっつのよ、まずよ。グレーはね、釣られたらいいじゃん、別に。じゃあ、ごまさん全然わかんないね。勝たなくていいじゃん、こんなゲーム。もうよ。どうしましょうかね。3しようって時間かかるのよ。地獄の時間かかるのよ。俺寝ながらやるよ、もう。村の雰囲気壊したくねえからやるけどさ。上げ足を取ってるって。ただ、俺そこまで白くなれねえから、負けるから最後、絶対もう。無理無理。そんなに上げ足にならないと思うんだよな。まあでも若干怪しいよねって思わせたい3番ってこと？まあグレーは聞いてみないと分かんないや。トップ1だしね。レノーさんの意見を重視しようか。3番さんが発言します。私も分かんないわ。どうしよっかな。全然わかんない。ちょっと思ったのは4番が3番に対して2番に寄り添ったらわかることじゃない。だから3番って怪しいよね。一回そこで着地点決めたけど、最後にまあ3番って上げ足って言ってたんで、まあ本当に上げ足だったなっていう印象です。って変わったんだよね。なんかそこは4番は怪しいって見てるけど、3番自身が上げ足って言ってたから、まあ3番上げ足だったよねってこと。なんかそこの着地点はちょっと違和感かなと思ってるかな。なんか普通だったら3番さんって本当に上げ足取ってんなぐらいで済むんじゃないかなと思ってるから、怪しいまで落とす着地点から変わるのが若干気になったかな。あとなんか、いろんな話をしているから人外っていうのはあんまりわかんない。私してて、じゃあ何を喋ればよかったのかなと、7番に関して思ってるから。9番の7番評価もよくわかんないから、9番が人外の時は7番評価週1かなって思いました。9の7評価は他人かなと感じたかな。なんか一番4番対して、ごめん、私ちょっとあんま聞けてないんだけど、4番そこまで言うなら2の向き合いしたらみたいなこと言ってたっけ。あ、これ違ったら教えて。そこはちょっと分かんなかった。1の4番指摘、4番にフォーカス向ける構図があまりよく分かんなかったですね。一番視点でも分かん、どうしようかな。1、9どっちかから行こうかな。どうしよう。8番どこ行く。4番さんが発言します。9番さんなんか偽っぽくて、1番さんはえって感じでしたね。はい、9番さんが偽っぽいなと思ったのは、8に言ったことで、なんか僕の片白先の5番に求めるなら、いやあなたも結論を言いなさいよみたいなこと言ったんですけど、なんか話違くねと思って、
8って7が3が白、3白を出したことから6が2セって考察を出すんなら3が狼竜を言ってほしかったっていう、ただ3が怪しいだけで6が2セってやらないんだから、3が怪しいで6が2セってなるってことは3の何かしらの狼要素を拾ったってことだから、それは話すべきじゃないって7に言ってるので、8って5って単体で変だなって言ってるだけで、キューバの次の位置で5番が変だけど、まだ狼足りる要素がないのでみたいな言うのは分かるんですけど、別に8の時点って占い師が別に5番囲ってるわけじゃないんだから、全然話違うでしょって思って、キューバは考察がすごい似てたなと思いました。1番は本当に謎で、僕別にどうしてこうしようなんて言ってなくて、2番さんが110秒の時までに出なかったら偽で見ますって言ったから、単純に潜伏する人だっているじゃないですか。本執行とかどうかじゃなくて、単純にその潜伏したシーンとかもいるんだから、そこはその発言とか考察でシーンを見てもいいんじゃない？ 2 番さんが村だったらって言ってるんで、え、村キャって何？って思って。ってか話聞いたのそこだけかいと思って、もっとあったやろと思って。3が言った9の名前の評価集とか、結構わかるなと思ってたんで、いや、そういう考察ないんかいと思ったので、はい、結構1級偽だなって思ってます。かな。で、さんまさんに言われた、入り口と出口が違うって言われたんですけど、割と僕、入り口から出口まで、さんまさん変なこと言ってるんで、ちょっと怪しいかなと思ってました。これが真実ですね、さんまさん。すっきりしました。はい、以上です。あなたの発言です。あ、すいません。はい。今日は占いに行きたいと思ってますが、そうですね。まあ、1級行きたいです。はい。6番さんが発言します。はい。なんか、かまれそうだなって思ってますね。なんか僕別にそんなシンプル発言したつもりないんですけど、なんか勝手に、偽っぽくなってきて、くれてるんで、1番と9番が、ありがとうございますって言ってきますね。で、まあ、急遽一郎でしょうね。で、多分1番の5番の触れ方と、まあ、9番が5白打ってから1番が使用する必要性がないから、5番3番目白で、まあ、グレーだと2番さん気になるかな。なんか1番2番狼眠り察知してんじゃねえのって思ったんで。まあ、1釣りで6号へ回せるんだったら1を釣ってほしくて、まあ、騎士がチキンな、まあ、岸の場合は、まあ、9から釣ればいいんじゃない？ 2 球釣って、2番統一占いでいいんじゃないですか？ 1 番と6番が。まあ、8番もさすがに9番の芯は切れると思うから、まあ、9から釣ってもらっても全然いいですよ。お好きにしてください。6番釣られなければ、他どっちでもいいです。1番と9番は。で、まあ、2番さんがおかしかったのは、なんか、1番に対して言ってる内容と、2番さん自身のスケールが見えてこないかな。
まあ、そもそも1番さんが、まあ、多分狼だと思うんですけど、あの5番さんに対して、まあまあいいやっていうふうに思考を隠すこと自体は別に1番さんの偽要素になり得ないと思うわけ。それを2番さんが1番さんに対して言ってる内容がおかしいと思うし、まあ、そもそもなんか1番が、5番に対しての触れ方って、1番狼に5番が役職に見えての触れ方の方が他は見えると思うわけね。普通の目線だったら。だから2番さんの目線で、まあ、1番さんが強人でとかだったらまあ全然わかるんですけど、なんか1番さんが気になりながら5番さんがわからない位置になってること自体がわかんない。普通に。てか1番の三四郎とか普通になんか信用勝ち取りに来てんだろうっていうふうに思うから、まあ、客観視多分進化狼だと思うわけで、僕目線狼なわけで、2番さんが2番のことを偽って思いながら5番のことを気になるっていうのがめちゃくちゃ変だと思うわ。って感じ。はい、だから1番2番に見えます。以上です。7番さんが発言します。まあ、6番さんの2周目の考察はいいかなと思いました。はい。用語になってうとうとしてたうちに、1分ぐらい、1分か2分ぐらい寝落ちした模様。まあサンバンさんだって思んないもん、もう確定で。になってはいたけど思んないのよ、三四郎って一番。ラストウルフで白くなって逃げ切れて、逃げ切れるわけねえし、長時間確定だから三四郎一番いけないんだよな。ああ、そっか。半分ちょっと横になりながらやるわ。なんか、9番が7番のことを評価するの、評価集に見えたわ。他人っぽく見えたわ。あわよくば9番するねえかな。9番つって、ライン切り失敗9番投票、黒見えて、2縄で終わる作戦取ろう。はい、俺は9番行くよ、俺はもう。ちょっと俺、まあ、9一どっちかから行きます。レッドライン切りっていうのあるから、ライン切りでミスったっていう。1番やらかした男っていう、かわいそうなヒロちゃん。8番。さんがライン切るしかなかった男ってことでかわいそうって女性陣に思われたいっていう。2番も3番も7番も自分で決めてください。3人の女性陣に思われたいって。6番に思ったのは7番そんなに気にならんのかなって思ったけど一切触れてなかったけど、あんまりゲーム壊れないようにしないで。1周目にせって言われて9番1番が出てきてそんなに気にならない位置になるのかなと思いました。一番に関してはちょっとうちは組み取れなかったんだけど、5番は役だと思ったんか分かんないけど、4番5番で差がついた理由をもう一回教えてほしいなって思ってますか。女性陣とね、そこで差がつくように頑張る。女性陣は華やかな人狼殺になってほしいと思う。9番に関しては女性の人口が増えればね、男性人口が増えます。6番狂人の差はうちは全く追ってなかったんです。男性だけの人狼ゲームなんてやばいです。5番に対して気になる位置って言ったから、ね、いつかね、そこはちゃんと女性8人の村に入りたいです。成人女性8人の村に入る、はい、自分で決めてください。中学生8人の村に入ったことある。初日釣られたけど俺。9番さんが発言します。はい、お願いします。まあ気になったのはちょっと3、4、7っすね。はい、まあ4番にまず関してはなんか捏造されてるなっていうのはなんか7番がそれ言わなくなったけど、7番って6番に対しての偽要素と3番に対しての要素を拾ってるからね。だからなんか3番がになんだっけ、3番単体で狼って思って6偽みたいな、それを言ってないみたいな言ってるけど、7番って6番が5番に対しての指摘で言ってるから、なんか4番それで俺のこと偽っぽいっていうのはお前3番に乗っかってるくねってめっちゃ思ったっすね。で3番に関しては、まあこれはもう思考の差かもしれないけど、意味のない発言をするのは基本的に人外だと思います。村は僕は考察するべきなんで、あの位置だったらもっと自分の思考開示とか、だって1人いるのにそれについて言及したところで何も変わらんくねって思うから、別に3番の思考開示をどか落とした方が僕は色落ちると思ってます。で7番に関してはなんか6番の何が良かったって思ったんですよね。7番って1周目段階下で6番のことを偽って言ってるんでしょ。で2周目に 1,2 って言った視点がいいっていうなら別に7番視点は1番でもいいわけで、なんかそれもなしに9番1番から行くって理由がない。7番に関してはで6番が7番触れないのもめっちゃ違和感だし、だから6,7ロードかあんのかなって思ったけどな今の発言でかな。
ぐらいですかね。まあ8番に言われたことは申し訳ないです。悪いけど早く捨てて終わろうよ。あ、もちろん8番噛まないし。かな。3番も女性枠は、ね、813噛みません。6、7ローあると思うから6番いきたいと思う。7、2、4。男性陣さん。自分が釣られそうだったら全然1位いってもいいけど、6番の方がなんか人狼臭いな。なんか、あの、噛まれる懸念っていうのもなんかめっちゃ臭いし。1番、3番、発言します。なんかわかんないけど、9番が強靭で、9番が強靭で6番を死んだと思ってるのかなとか思ってました。今の発言で。9番強靭で、あとヘイトの向ける数かな。6番って2番、1番しか追っていない点で、なんか7番に触れないみたいな構図とか、めっちゃ色見えてそうだし。2番だけにフォーカス向けるところとか、1個しかヘイト買ってないところだから、1番ちゃん9番の強靭かなって思って、6番の相方がそうなった場合は、5番じゃないと思ってるんですよ。言うべきかな、私言うべきじゃないかと思って言わなかったんだけど、それで自分の芯が落ちるぐらいになるんだけど、5番って次の番目見てなんか自分が出るべきか決めますみたいなことをさらっと最後に言ったよ。だからこの人役なんだなと思って、役信用をする気なのかなって思ったから、でこの場面からの人は信用じゃないです。この場合騎士か霊能でしかないから言わない方がいいかなと思ったんですけど、20分コースだからそういうわけですね。でだから5番4番で比較したときは4番の方が印象が悪いって言いました。かつ、6番狼仮定したときって初週4番5番に対して4番も2番に対して音信号を許容して2番で歌詞を指定したらみたいな意見を言ってるんですよ。輝いてほしい。5番も音信号しませんかみたいな発言をしてるんだから、6番って4番5番でめっちゃ不平等な精査起きてるなと思って、それなんか許さねえから、その場合って6番4番狼なんじゃないかなと結構思ってたんですよ。異性の狼に見えますか。これはまあ一瞬見ないよ村メンバー。6番9番の打ち明けはちょっと分かんなかったから、何9番沼ってたぐらいです。頼むかな。でも2周目聞いてもね、悪ふざけの解説でいるからいいよね。使い方悪かったと思うんだけど、全然悪ふざけ。2番って最初に自分は鈍進行されたくないですって言ってたじゃないですか。でも4番って2番に対してそれを許容して時間を決めてあなたが精査すればいいんじゃないですかって言うんですよ。めっちゃ不親切じゃないって思って、だから4番狼でなんか発言の弱いって何かの宝石じゃないこれ。9番行こうかな。でもいいね、いいね。もう投票してください。アバターをタップして選択できます。あ、9番ですよ相方。あ、これマジですよ。うん、だって俺早く終わりでいいから、 LINE 切ったっていう口実があるから。まあルビジウムってさ、あ、違う、あの、なんかの科学のなんかのあれだ。あの、なんかの、あの、元素の記号、なんか元素記号のやつよ、ルビジウムって。銀白色の極めて柔らかい金属。アルカリ金属の一つ。で、この名前なんだろうっていう。本当に。もう勢いで9を釣ると。これで1釣られてたら俺もう激横だよ。もういやちょっと言わない方が良かった。何考えてんだよこの村よ。言わない方が良かったかなって思ってます。8、8、1、何考えてんだよこの村よ。9多分だけど6番狼で9番狂人なんじゃないかなって思うんですよね。でも俺噛まれるんじゃない、うん、あれわざと言ってるんだろうなと思うから、多分6番狼みたいな強靭だったら別にさ噛まれても芯が終わるから、マジでセンスないよね、うん、3人目釣るやつらってそういう発想なんなそうじゃないですか。フィーリングですけど、これは3人目釣るやつらってマジでセンスないと思うわかな。ちょっとね、ほんと怒りを覚えるわ。痛いな、ほんと。もう弾ける位置があんまりなかった。どうやったら負けれんだよ。まずよ、ちょっとグレーの単体精査で頑張ってほしいかな。あ、この盤面下で言ったら9番が3に対して占いませんでしたとか言ったら死んで切れるんじゃなくても、はい、うん、何してんだよまずよ。まあ私9番強心だと思ってるから3クロ出すんじゃないかなと思ってるんだけどね。いやどこだろう。でもね、最初の4番の2番の振れ方ってめっちゃ人外っぽいなと思ったからね、差をつけるならの4番っぽいんだよかな。
いや、違ったらごめんね。メンバーが頼りになんないっていう。ほんと、呆れる。待ちください。聞き入れたりするのこれ何なんだろうね。パス何回やらなきゃいけないんだろう、このゲームさ。あとさ、アップデートで名前変わんなかったの。アップデートで名前が変わんなかったの。もうさ、3番さんが発言します。七黒だって。わ、なんかね、97あるなって思ったの。9番の発言の中で67ありそうだから6番なんか釣りに行かせるような発言をしつつ、6番釣れたら多分7占いをする予定だったと思うんだよね、9番の中って。だからそれで7番占いの伏線を張ってるのがすごい9番7番狼っぽいなと思って、昨日9行こうかなと思ったけど、一番さんの、なんか、例えば、あ、9行こうみたいな、なんかあれがちょっと、あ、一番と思って一番行きました。例の結構の周り、7クロスのも結構芯高いんじゃないかなと思うんだけど、どうでしょう、わかりませんね、私は。わからない。全然わからない。じゃ6番ローだとして、9番が芯だったときは、9番でなんで触らない人の ?1 クロが出る前提で、まあ、いや、1番強人だとして、1位や、6が人狼だとして、6の相方ね、2? あ、6番狼だったら2あるかなと思ってる。6番が結構2番に執着しつつ、2番が、あそこで6行くんだって、2番6行った理由教えてほしいかな。うん。で、9番シーン。1強。6人ロー、9シーンの1強。かつ、9、7ロー、1強。だと思ってるんだけど、4番。私、4番オカミとか持ってないんだけど、5番オカミとかも。わかんない。8番に投げかける。ぶん投げる。4番さんが発言します。うん、なんかもうほぼほぼ9進かなって思ってますね。僕は9番に昨日違和感はあったんですけど、8番さんがなんか僕と同じ要素拾ってるんかなと思ったら全然そんなことなかったし、9番から熱動って言われたんで、8番さん教えてほしいんですけど、あれ俺ほんまに聞き間違えとったんかなと思って、とりあえずそれを保留しといて、9番が昨日6に行きたいっていうのはあんまり狼じゃきつくないかと思って、戦うなら1だったはずなので、まあ、9番は割と強靭味高いんかなと思ってたんですよ、その時に。けど3しろって強靭でまあ打たないと思うので、盤面的にも9真なんじゃないかなって思いますね。まあ、6と9同等にちょっと分かんなかったのは、投票が発言と変わってるのでそこはどうなんだろうと思うんですけど、うん、まあ、そこら辺は発言でちゃんと残してくれたら精査はしやすいかなって僕目線で終わりますね。はい。で、まあ、一番さん似せだろうなと思ったのが、まあ、僕を怪しむのはまあいいんですけど、まあ、そこも視点が狭いなっていうのと、5番さんの役だと思ったわけじゃないですか。だったら別に5番に騎士なんですかって問いかければいいじゃないですか。それ違った場合って、なんだったんってなるんで、5番の人外って結構終えると思うんですよ。なんでそれしないんかなと思って。はい。例の8番出ましたけど、騎士出てないんですから、5ってめっちゃ気になるくないと思って、そういう視点とかなかったら、1は強靭でいいかなって思います。
で、九神、六狂神とかあるんじゃないか。まあ、3番の割と近いですね、思考が。はい。まあ、8に任せます。うん。はい。七黒もね、あんまりしっくりきてないですよね。はい。ほぼ6いきます。あなたの発言です。はい。まあ、6いって、9いって。6をシンと見たら7を打つ。9をシンと見たら2回読むんですね。シンでも2回読む。霊能がもう7いくつならもうしょうがないけど、まあ、安定進行取るというなら6です。はい。6、9、釣り。やるしかないんじゃないですか。6が死んだら7、9ロ。9が死んだら2番が4番にいる。難しいです。ん？そうですね。うん。はい。2か4にいるってことだね。7が無駄だったら。9番が。はい、結果どうなるのか。楽しみです。うん。ああ、はい、難しい村になりそう。待ってますね。うん、まあ、6球釣り切ったらどうなるのか。もうわからないです。まあ、6球釣って9釣って感じですけども。はい。どうなんでしょう。ヒント見てんなら、6が死んだら ?9 なら ?6 が死んだらどうなんでしょう。これ。2か6よ。難しいです。まあ、とりあえず今日6、で、9の占い結果行って、そして判断するって、その2択で判断するってなりますね。だから6、9の話をしっかり聞こうと思ってます。以上です。6番さんが発言します。いや、なんかね、ちょっとこれ、ガチの嵐になりたくないからやめるわ。ごめんなさい。あの、占い師じゃないです、僕。はい。占い師じゃないです。多分1番で芯落ちてると思ってて、9番さん多分偽やと思ってて、だからまあ、急投票しましたね。まあ、9番さんが偽やと思ったのは、まあなんか6番狼だと思うけど、まあなんか自分、6番投票するっていうのは偽かなっていうふうに思ってて、なんでここまで様子見たかっていうと、なんかグレーに狂人っぽい人いないんですよね。だってグレーに狂人いたらさ、絶対これさ、なんかもう6番9番の新老老に見えるわけだからさ、なんかこれやばくねってなると思うんですよ。だから7番釣りとか、なんかそういう提案してくるかなっていうふうに思ったんですけど、全くしてこなくて、だから多分これ6番と9番引き切ったらゲーム終わる方向なんか方向性に狼が持ってきたいんかなっていうふうに僕は考えちゃったから、多分9番釣って、で、なんか多分5番狼で絡んでると思うんだよな、正直言うと。9番狂人も5番狼じゃない？ラスールがね、多分2番か7番なんだよ。4番さんは、なんか9番が盤面的に真っていうふうに言ってるのはよくわかんないけど、ただ考察は村っぽいんだよね。でね、ちょっと7番に対してね、黒打ってみたのはね、てか、本当に7番のこと人外だと思ったのよ。なんで7番のこと人外だと思ったかっていうと、なんか、6番の話聞いてるときさ、7番ずっと接続切れだったよね。なんで6番が死んってなるわけって思うから、なんか、6番の話を聞いて、なんか、2周目は死んだと思いましたっていうの、まあ、嘘にしか聞こえなくて。だから、7番人外なんじゃねって思って、7番黒打ってみましたね。って感じですね。まあ、これでなんか僕のことを、まあ、釣るんだったらまあいいんじゃないですか。それで負けるんで、勝手に。7番さんが発言します。はい、じゃあ6番釣って負けましょう、村やったらね。はい、6番釣ります。はい。いや、でも俺6番の話聞いとったよ、ちゃんと。はい、ちゃんとじゃない。なんか、作業しながら聞いとったよ。なんか、2-1っぽいなと思ったよね。6番が言ってたのって。なんか2番と1番のこと偽しながら5番に触れる様子って、どちらこちらって言ってたんだけど、あ、まあなんかその視点いいなって思いましたってぐらい。はい。です。6番いきます。8番
さんが発言します。9番いきます。申し訳ないけど。9番って6番の職業を任せます。6番の7番に対して思ったことはまあ、確かにねってなったわけで。9番行こう、9番。申し訳ないけど、9番が死んだったら。8番が、6番が狂人だった時にスラする必要がないから、6番は嵐じゃないんだったら、ちゃんとやってください。次の日。なんか4番に、8番さん、ちょっと答えてほしいって言われたけど、9番が4番に対してどこが捏造って言ったかあんまり理解しなくて。4番の答えには言えないかなって思いましたね。3番に言うと9番の3占いは別におかしくはないと思ってる。1番6番が3番潮で、9番が新目線だった時に隠しを作ろうっていう行動と、9番って3番7番疑ってたから、3番占いは別に妥当だと思うんで、感じかな。7番目線で9番にあれほど叩かれて6、7っぽいみたいな発言まであったのに9番投票しないのは若干気になったかなって感じですかね。ごめんね、9番が死んだったら。死んだったら申し訳ないけど9番いきます。9番さんが発言します。精査もできないのに指定はしないでほしいです。いや、なんで8番目線って6番黒が抜けてるのか分かんないですね。あそこで落ちた場合って、いや、マックス6番強靭でしょ、みたいになって、めっちゃ9番の落とせるくない新目を。多分4、分かんないけど、4にこの全員が、いや、6番って人狼なさそうって多分感覚的に思うと思うけどな。6番があそこでスラした場合って、いや、これって6黒だからやるんじゃないの。6強だったらなおさら僕はやんないと思うんですよ。6黒じゃないと絶対やんないと思ってるんで、6番いってください。なんかこれでいかれるのは意味わからないです。だったら8番はもう次の日まで指定してくださいと思います。なんか中途半端に指定するぐらいだったら次の日まで指定して6歳で別にゲーム終わらせていいと思います。以上です。2番さんが発言します。3が隠しろだってのは分かるし、自分はね6に入れてたんだけど、6がその行動をするのは26でライン切りって言ってる人、3番さんとかそうじゃん、隠しろので、6がそれをやって黒でやると多分2とつながるように見える、そう見せたいっていうことなんじゃないかなって思うんだよね。だ普段だったら8の言うこと聞きたいタイプの人間なんだけど、思考的には今回に限っては6つって9、9は必ず真とは言えないんだけれど、1番さんの4番さんに対する指摘はすごくいいと思うし、あと5番さんが発言が全然なんつうかな、思考を隠すっていうか、ちゃんと考察を広げようとか深掘りしようっていう意識があんまり感じられないんで、で多分6番さんが黒だと思うんだけどな。でそうなると7番さんは白いのかなって。で4か5のどっちかかな、1が死んだ、分かんねえや。ちょっと8番さん悪いけど今回は6行きたいなって思っちゃって。
ってる自分がいます。多分、というかもう最後だよね。発言ね。じゃあ6入れます。投票してください。アバターをタップして選択できます。6ゼロ。バレでもいいや、6ゼロ。めんどくせえから。めんどくせえから6。負けでいいから入る。負けに行ったら負けでいい。休校終われていいからもう6ゼロ。めんどくせえから6ゼロ。投票を終了しました。追放されるのは、6番、3です。6番、3が発言します。まあ別に、もうこれで PP なんで、まあおそらくね、1番が死んだと思うから、まあ、感情でゲームしちゃったんで、仕方ないんじゃないですか。別に6番が何者であれ、1番と9番って占い自称者なんで、6番って俺の配信見ろよ。1番と9番を引ければ、確定で1人外を釣れるのに、6番って知ってるよ俺の発言。6番が、勝たせたいんだぜ。本当にスライドしているかもしれない。やる気ゼロだよ。人外でやってる可能性もあるけど、勝たせたい、6番を釣る日じゃない日に、俺の発言聞いたら、ハッチさん泣いちゃうぜ。村人陣営だったら、感情でゲームをしている。女性陣営だったら、まあ早く、めんどくさいやつを殺したい。ってとこでしょうね。まあ、別にいいです。6するに決まってんだよ。まあ、僕の子供ね、日はあると思ってるんで、どうぞ。まずさ、試合の後に罵ってください。まあ、ただ正直言うと、罵られたいよって言う人は正直センスはないです。僕は一番俺もある意味、8周目の考察官さんの女性陣に罵られたいけどね。そんな冗談も言えるようできない人の方が、まあ僕は弱いと思いますよ。まあ、あと、シンプルに、まあ、市民スライドをしたから、まあ、人外を釣ろうっていう。考え方を持っている人たちの方が良くないかなって思いますね。とはですね、普通に盤面を見たら1番が釣られてるんだから、だからまあ、その後は9番釣るっていうのは6番も言うけどさ、わかるでしょ。この流れ1番釣られんに決まってんだろう、あの発言じゃよ。まあただね、ちょっとね、正直9番の3番隠しろはね、9番人狼かもしれないね。で、強人が、まあなんかスライドいいだろうっていうふうに踏んだ上で動いてる可能性はありそう。って考えたときに2番の6投票ってあんまりなんか9番とつながんなそうだなって思うから9、7オオカミ、5番強人とかかな、5番の投票放棄とか含めまあそれで予想しておくんで放棄はね、はい、行動せず最後、まあ、最後じゃないな悲しくなったけど6番強人で降りたとかないよねこれだからはいあそれで8番はいお願いします降りました襲撃対象のアバターをタップして選択してください。いや、そうですね。7黒打っていいですか？はい、もういいですよ、7黒で。もう、で、7番いきます、もう強引に。あ、いや、一旦別に僕行ってもらって、多分5番さん残れると思うんで。あ、はい。いや、まあ、行かないでもう強引に行きます。もう、急進進行で。じゃあ、まあ適当に。あ、任せます、もう、お任せします。はい。強人いればいいけど、まあ、お待ちください。めんどくさいんで、もう教授いなかったら負けていいから、もうめんどくさい。いや、9番釣るとかそんな、いらないから。昨夜襲撃されたのは、8番、3です。9番、3が発言します。7番いきます。7キロでした。6、7ローローでやってたんだ。なんか、まあ、7番は、気になったのは、やっぱり6番の触れ方っすかね。最後は、6番行くとは言ってたんですけど、2周目段階下で7番で6番のことを死んだと思ったっていう視点がそもそも理由もなし。で、1周目は叩いてるっていう構図。そこがおかしいかなって思って、あ、まあ3番占いは8番が言ってくれたからいいかなって思うんですけど。で、まあ4番はあそこで、あそこまで多分9番をシーン上げる必要性がないと思うんですよ。あそこの段階か。6番がスラドか。やる前はね。やる前の段階かで上げる必要性がないと思ってて、かつ8番の発言の後に2番がやっぱりそれでも6番行くっていうのは2番4番よりも7番の方が濃いかなって思って7番占いました。だから、7、6の1強なんじゃないですか。まあ、客観視した時に、まあ僕も、
こういう場面初めてなんであれなんですけど、あんまなんか村に僕がいた時に見えないから、まあ、強いなとは正直思いましたね。あそこでスラしたら、いやなんか人狼ないでしょみたいな結構生まれるなと思っちゃったから、うん、率直に強いなっていうふうに思いました。まあ8番とかは多分結果見てるから分かると思うけどぐらいですかね。まあ今日7行ってくれたら終わると思うんですけど、さすがにこれで1強で、いやさすがにないか、まあ追ってないです。6、7だと思います。以上です。2番さんが発言します。はい、昨日の発言で言ったけど67は危ない橋すぎるからやらないんじゃないかなと思っちゃってたんだけど、9番さんは67なんだ。9番さんまで釣りますね。9番さんまで釣らしてもらって、現状あんまり、うん、見えて67には見えてないかな。なんかすげえ通信が切れる。聞こえてるかな。で、4号で言ったら難しいね。発言があるっていう意味においては4番さんの方が印象はいいけれど、発言の内容的には4番さんの方が黒く感じる。あ、切れました。で、5番さんの発言全然拾えてないんだよね。拾えないぐらいに、つかみどころがないなと思って聞いてますね。だからちゃんと素性を明かしているっていう意味においては印象は4番さんの方がいいけれど、どうしよう、とりあえず7はじきしたいと思っちゃってるんだよね。だから9は釣らせてもらいたいなと思ってます。3番さんが発言します。2番さんが黒、2番さんが4号精査して7はじきしてるのは6黒熟で考えてるからってこと。あ、接続切れちゃったよ。ちょっと2番さんの見てるところが全然わからんすね。何を起点に4号を弾いて、4号正座して7を弾いてんのかが分からんすね。まず9番いけます。9番さん2000に見えてる、すいませんね。で6もう村で決めようとうかなと思ってる。私そういうプレイスタイル好きっすよ。6番さん6狼だったらやられたなと思って、あ、2番さん1回言うね。2番さんがどういうロジックで4号の正座して7を弾いてんのかが分かんないです。はい、2番さん黒って言いました。で4番も黒くて、4番って終始3番となんか思考近いんだよなとか言ってるけど、え、全然近くないやん、全然近くないやん。私って6番の7黒に対しては7黒分かるわ、9番が1日目の最後に7番を占いたいような伏線を張ってたから9番7番分かるわとか言ってたんですよ。1白が段階か。でも4番って、え、7黒かよみたいな感じだったじゃん。全然思考違くない4番さん私と。だから4番も黒いなって思ってるし、なんか4番が1番にやった1偽だろうなって思いましたみたいな。5番に騎士ですかって聞けばいいじゃんみたいな。霊能8出て騎士出てない、騎士出てないんだからとか言ってたけど、 3C を何回かで騎士出させるメリットあります？だし、その発言するなら 4.5 番のことどう思ってるのと思った。その発言ができるときって4も5にどう、4も1番と同様5番に対して何か怪しい目線をないとその発言言えなくないって思った。言語感もできないけど、
なんかめっちゃ難しい。わかりません。4番さんが発言します。いや、3の言ってることめっちゃわかりますよ。僕5番に対して正直怪しいと思って、っていうのはまあ今はないんですけど、5番さんって鈍進行しましょうって言って、まあただ2、3、4はまあ鈍進行してからでいいかなって言ったじゃないですか。いや、鈍進行するなら今少ない要素の中でも言語化して話さないと。ドンで出た後の要素にならないから、ドン進行するくせに考察せんのかいと思って、僕は怪しんでたんですよ。これ話してなかったですね、3番さん。で、1番が5に対してフォーカスを向けて、いや、5番役だと思ったんだよな、霊能か騎士だと思ったって言って、で、5番と4番で、なおかつ今でも4番のこと怪しんでるってしておかしくないか。5番、もう1番ってあそこまで透かしちゃったんなら、え、5番騎士じゃないですかみたいな。じゃなかったら黒筆頭1ってなるくない？5番が役ムーブしてんだったら1番で。ということを言いました。で、3番と近いって言ったのは、3番さんって9進で1強で6人色があるって言ったじゃないですか。それがめっちゃ分かったって話ですね。はい。で、僕今見てる世界なんですけど、僕9番マジで死んだと思ってて、1強人7人色とかもあるんじゃないかって思うんですよね。っていうのも、9番が死んだときって、3番さんも、あ、7番騎士か。あ、騎士。え、よ、え？あ、じゃないか。だって普通に7で、え？じゃあ7で終わるんじゃねって思うんですけど。はい、9番が西だったときって、3番も2黒追ってるじゃないですか。で、4番も、7黒か、7黒ないだと、ないと思うんだよな、6にせって言ってるんだから、別に2黒で勝てるんですよね、9番って。2世だったら。で、2番が騎士じゃないですか。だから相方だから黒打てなかったとかもないんで、9番死んじゃねって思うんですけど。あなたの発言です。はい。まあ、16がムラムラだったら、まあ、2、3とかねえけど、PP だからもう30がいるってことだから、もう7行くしかないっていう、求心進行取るしかないってことだから。まあ、9、4、6、3強だったらもう負けたから、同心で、もう7行って、求心にかけるしかないっていう。9釣ろうとしてる2番3番見て何考えてんだろうと思って。16ムラムラだったらもう PP なんすわ。7行くしかないんすわ。もう。一応奈良の話聞くけど、しょうがないでしょうね、16が。だからもう、求心にかけるしかないんだよね。って思ってますけど、奈良の話聞くけど、まあ16がムラムラだったら PP だよ、もう。1進6ムラだったら PP だからもう7行くしかないんですよ。まあそれが大人としていかなきゃいけないっすわ。7番さんが発言します。まあ9号じゃないですか、わかんないですけど。はい、どうぞ作ってください。お疲れ。投票してください。アバターをタップして選択できます。それがもう強人が仕事しろよ。6番だったら何考えてんだろうっていう離れ技だよな、ある意味。強人でやられて9番残すって。4番みたいな人がいればいいけど、4番ミスリーしてんのが強人なのか知らねえけども。投票を終了しました。7行ったやつは強人、9番行ったやつは追放されるのは7番さんです。ヒロちゃんの迷いない。これ7番か4番にいる。7番さんが発言します。神神神するよ。ああ、じゃあ6黒落ちてるんかな、よくわからんけど。はい、まあ俺は95かな。キョ強人、うそー。いや、まあ正直何も考えてないです、ごめんなさい。お疲れ。はい、
夜になりました。はい、もう2でいいんで。襲撃対象のアバターをタップして選択してください。はい、多分、攻撃的に4強、うん、多分、うん、大丈夫、勝てると思うんで。うん。いや、本当に6番は村だったんだ。これ話がすげえすげえことになってる文字が。昨夜襲撃されたのは2番3です。試合終了。